バリーオブウィンドっていう、私も歩いたことありますけれども、約3時間半ぐらいですね、一周いたしますと3時間半ぐらいかかります。でこれから皆様自由散策となっておりますのは、ボルガさんとウォルファの間、渓谷散策予定となっておりますが、ちょうど暑いですので、皆様、体調を整えていただいて、真ん中あたりがちょうどお写真を撮るのに一番良い場所となっております。で必ずですね、お水忘れないようにしていただいて、先ほどと同じく、ちょっと離れたところ、先にですね、お手洗い休憩、取りたいと思います。あとから、他のバスがたくさんやってまいりますので、先発隊になっておりますので、お手洗いの数も本当に2か所限られておりますので、待っていただいて、でこの後ですね、この散策の後、井の入り会場ではお手洗い休憩の場所がございませんので、必ず皆様お手洗い休憩をとってください。はい、夕立ちが出てまいりましたけれども、オルガさんが一番大きなのは、4つ見える場所です。木が一番左端が右ですね。